こんにちは、七色の扉です。今回はセリアでの購入品をご紹介します。最初はナチュラルストーンです。セリアでの購入品ですので以降すべて110円です。商品名は左上と概要欄に記載しています。セリアでおしゃれなアロマグッズが販売されるようになりました。ストーンはピンクとクリアの2色があって、私は自分の好みでピンクを選びました。ナチュラルストーンなのでパッケージによって色味や形、大きさなどが全部違います。内容量は 100g で、小さなストーンがたくさん入っているものもあれば、このように大きめのものが4個というものもあります。私が買ったストーンは透明感のあるものや乳白色のものと混ざっているので、プレートの上に置いて飾ってもインテリアとしてとても綺麗に見えます。あとはグラスに入れてアロマのエッセンシャルオイルを吸うてきたらしい香りを楽しむこともできます。こちらのグラスはダイソーで買った、実はそばチョコですが、これに入れると若干ボリュームが足りないようにも感じます。手に取って見ているだけでもうっとりとするほど綺麗なので、気になる方はお店でチェックしてみてください。次はレースマットです。以前にダイソーとキャンドゥでアミファさんのレースドイリーを販売しましたが、今回はセリアから若干小さめのレースマットが発売されました。今回のテーマカラーはブルーのようですが、お店で見た時はあまりの可愛さで即購入しました。サイズは 200×275mm、 材質はポリエステルです。洗濯やアイロンはできませんのでご注意ください。あとアクセサリーなどに引っ掛けないよう、取り扱いにも合わせてご注意ください。他のグッズの紹介をしながら使っていこうと思います。次はエンジェルがかたどられたアロマストーンです。この可愛さと110円という破格値からお店に並ぶと飛ぶように売れているので、近隣のセリア巡りをして最後のお店でやっと残り1個のこちらをゲットしました。こちらはアロマストーンのみでお皿は付属されていませんので、別途用意する必要があります。お皿は何でもよくて、使わなくなった小皿でも良いですし、プチプラインテリア重視ならセリアでおしゃれな小皿を探すと良いかと思います。サイズは約 85×60×27mm です。使い方は凹凸のない場所でアロマオイルを垂らしてくださいとありますので、この部分にオイルを垂らすようです。こちらは水で濡らさないようご注意ください。またぶつけたりすると表面が削れて粉が落ちる場合がありますので、合わせてご注意ください。お店によっては販売日が若干違いますが、見つけたらラッキーなアロマストーンです。次はエンジェルと共造のキャンドルです。それぞれ2種類のカラーがあります。どちらも少しリアルで、よく見ると細かいところまで綺麗に作られています。エンジェルの方のサイズは 45×57×35mm、 共造のサイズは 65×38×30mm です。アミファさんのキャンドルは半ばコレクションのようになっていますので、こちらもイチゴやカヌレなどと一緒に置いておこうと思います。次はディフューザーセットです。フローラル、ジャスミン、エレガントの3種類の香りがあり、私はフローラルを選びました。パッケージにはディフューザーとスティックが5本、ラタンボールが1個入っています。小瓶に入ったディフューザーなので、小さなスペースでも可愛く飾れるかと思います。内容量は 50ml です。使用期間の目安に関しての記載はないです。使い方は他のディフューザーと同じで、中蓋を外してスティックを刺すだけで香りがお部屋に拡散されます。ラタンボールはスティックの先に刺して使います。スティックの数が多くなるとそれだけ香りが強くなりますので、調節が必要です。私は全部のスティックを使うと香りがきついと感じるタイプなので、
2本だけ挿しておくことにします。次は刺繍レースクロスです。オーバル型とラウンド型の2種類があります。どちらもカラーはホワイトのみで、刺繍糸が光に反射すると光って綺麗です。材質はポリエステル 100% です。オーバル型のサイズは 30cm×18cm、 ラウンド型のサイズは直径 30cm と割と広めです。どちらも敷いているだけで清楚なイメージの空間になるかと思います。こちらは洗濯する場合は単独手洗いのみとなりますのでご注意ください。また突起物などで破れたり穴が開く場合もありますので合わせてご注意ください。そのままでも小物を置いても可愛く飾れる刺繍レースクロスです。次はハート型セラミックベースです。ピンクとホワイトの2色がありました。口の部分が斜めにカットされたハート型で、下の方はややぽってりとしたフォルムが可愛いです。材質はセラミック、サイズは全長約8センチです。ハートのオブジェみたいな感じで、そのまま置いても可愛いですし、小さなお花で短めのドライフラワーやミニオーロラローズを入れても合うと思います。気になる方はお店でチェックしてみてください。次は 2way ペットボトルカバーです。カバーの部分がグレーとブラックがあって、グレーはだいたいどこのお店でも残っていますが、ブラックが見つからずで、普段行かないお店で別のものを探している時に見つけて買いました。 SNS などでもたくさん投稿されているものなのでご存知の方も多いかと思いますが、バックルが2箇所ありますので 2way で使えます。サイズは直径7センチ、持ち手を含む高さ24センチです。目安としては 500ml 用のペットボトルですが、マイボトルや水筒にも使えます。その場合の適用サイズは直径 6.5 センチ、高さ21センチです。こちらは保冷・保温能力はなく、防水加工も施されていません。また素手で持てないほど熱いペットボトルや冷凍したペットボトルは直接入れないようご注意ください。そして洗濯やアイロンもできませんので合わせてご注意ください。付け替えできるバックルだから手で持ったりカバンに引っ掛けたりと、その時々に応じた使い方ができる 2way ペットボトルカバーです。次はウィリアム・モリスのカレンダーとサイズ違いのダイアリーです。カレンダーの方は卓上用で、来年1月から12月まで6種類のデザインを二巡しています。カレンダーの外枠だけではなく、メモ帳のように日付のマス目の中にもデザインされています。購入する決め手となったのは日曜始まりだからです。月曜始まりは見慣れなくて間違えてしまうこともあるので、日曜始まりを選ぶようにしています。サイズはリングを除く高さ 155mm× 横幅 185mm×80mm です。祝日は赤で何の日なのかも記載されています。そしてこちらはサイズ違いのダイアリーです。 A6 サイズと B6 サイズです。A6 サイズの方はいちご泥棒とひなぎくの2種類が、 B6 サイズの方はクレイといちご泥棒の2種類がありました。こちらも日曜始まりで10月から使えるようになっています。中は共通で、年間カレンダー、年間スケジュール、マンスリー、ノート、お役立ちページ、パスワードリマインダーの構成になっています。どちらにもカバーがついています。カレンダーやダイアリーも人気なので、気になる方は早めに探してみてください。
Thank you.